お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。よく来たな、坊や。もちろん今日は何の日か分かっているだろう。さあ、よこすがいい。何のつもりかな、これは。もしかしてあれか、プレゼントは坊や自身というやつか。いい度胸をしているじゃないか。では我が生誕の祝いとして遠慮なくいただくとしよう。ん？そんなつもりじゃなかった。今さら通用せんさ。お前はもう私のものだ。さあ、楽しいお祝いの始まりだ。なかなかに楽しかったぞ。そうだな、もらうだけもらってさよならというのも味気がない。これから私とデートでもどうだ。血湧き肉を踊る体験をさせてやるぞ。遠慮するな。誕生日のクリスティーナさんは優しいぞ。